新沢しんしんです。むきたまごちゃんで、ちょっとのファンの人にはもう言ってもうたから、やめてよ秘密やねんけど、ちょっとバラしてもうたから、あのみんなむきたまごちゃんってのは知ってる。無理無理秘密にしといてください。ほら、むきたまごちゃん秘密にしといてってば。ほんまにむきたまごちゃんなのこうやって。ほら見て、めっちゃ笑ってる絵文字使ってますね。むきたまごちゃん、ちゃんとあのやめてって言われるっていうとこまでちゃんと話したもうあのむきたまごちゃんの一連全部話してるから全部知ってる、うん、嫌がられることも知ってる暴露したってこと。そういうこと。しかも昨日、昨日ね、え、なんかあれ、うん、記念配信みたいな、誕生日配信、あ、そうそう、誕生日配信むきたまごちゃんの話したん。そう、シンシン、やっぱシンシンの話になるやん、うん、やっぱお手紙書いてくれたねみたいな。確かに。ほんでしんちゃんの話したから、うん、そういえばってしんちゃんとタンプレ買いに行って、であのすっぴんでだったんですけどもうしんちゃんバブレーって話して、昨日の出来事、そう、全部ちゃんと綺麗に話したね。皆さん、はるちゃんで言わなあかんことあって。何？お手紙の入れるやつオレンジじゃなくてごめん。ちょっと生になっていいよ。え、でもね、びっくりしたんですよ。しんちゃんがお手紙読みますって言って出てきたやんか、うん、でこう手紙持ってるの見たら、うん、めっちゃ分厚くてしんちゃんこれなんかもう何十枚あるとか論文みたいなどうしたんと思ったら、ちょっと紙が分厚めの。あ、そうそうそう。でもいっぱい書いてくれてた。いっぱい書いたよ。書いてくれてた。そう、嬉しかった。あと半分くらいあったよ、うん、ほんま。マジでもなんか生誕祭長すぎって思われそうやなって思って確かにな。そうそう、あるもんね、たまにね。はるちゃんも話すから、うんうん、ちょっとやめといた。いやいや、もうありがとうございます、本当に。いや、何してんの何した今どうした、なんかこうずっとこうやって首座ってなかったね、久々に。調節してた。調節調節してんの。実はなんて、何、なんて読むこれ、筆豆、筆豆筆豆合ってます。ひつ豆、ひつ豆、分かんない、ひつまぶしみたいなえ、違う、え、ちゃうか、ひつまぶし、急にひつ豆、ひつまぶしみたいな、どうマジや、筆豆やって、筆豆やん、筆豆ですって。いい意味かな、そうちゃう豆ってことじゃない、書くの。あー、なるほどね。メールが豆とか言うやん、ね、あ、豆ってこと。そういうことじゃ、手紙に豆みたいな感じ、うん、分からんけど分からん同士で喋ってるけど大丈夫かな、うん、そんな感じちゃう、うん、公開したらあかん会話してるかもアホがバレちゃう。そういうこと。びっくりした。そんななんか今話したなんか。なおはるに癒されるやって。イエーイ。癒しコンビ。なおはるはもうほんまにもうなんやろ、なんていうんやろ、マイナスイオン出てる空気感やと思います、うん。世界平和って感じ。確かに。うん、絶対この二人で国作ったらめっちゃ平和になると思うわ。確かに。確かに。犬いっぱい呼ぼう二人で国作って、うさしは入れてくれる、うん、一家に一台、うん、一台一台一匹な一匹世界平和って感じ、バカバレてた、伝わってた、ほんまに。多分この二人はお互いにマイペースもあるし、もあるし、もうあののほほんとしてるんで、うん、シンシンが、しんちゃんがのほほんとしてくれてるから、なんかやっぱしんちゃんのペースになりますねそう、だからゆいなとおるときはマジでうるさくなるけど、え、そう、確かにはるちゃんめっちゃ人によって変わるかも。そう、なんかその人に合わせれるかも、うんうん、だって急に、うん、なんかしっかりしてなあかんときあるやんあのチームのリハーサルとかそういうときとかも急にテキパキした人になるもん確かにしんちゃんとおるときと全く違う。そうそうさっきまでみたいなしんちゃんと言ってたのに確かにえ、ここってこうですか、言ってたそう、こうですね
おい冷静よ確かにそういう意味ではなんか、うん、いろんなあれかも、うん、いろんな自分を持ってるかも、うん、いろんな顔がカメレオンは、うん、いい言葉カメレオンアイドルってことは何これ喜びの表現独特やな新しいやろ、うん、今作ってみて幼稚園ごっこあ懐かしいやったなやってたやってたなえ日常会話全部園児みたいなことで話してた懐かしいなそんなこともありましたよいやほんまに心身はもう癒しを与えてくれるですね癒し与えてる、うん、与えてるめっちゃ与えてるで本当にいるだけで癒しってことうんそういうことつまりそういうことくれるですねって言って確かにくれるですねって言ったくれるですねくれるですなんかさ今日みんな日本語面白いもうみんなちょっともう昼夜公演でさすがに疲れてるんだと思いますこれは、ね、頭回ってないそうよさすがに最近もうリハも始まっとるからねさすがにね始まったないつかポニーテ公演もお願いしえこれツインテールかポニーテールかで迷ってんなそうそちなみにゆうみさんがあの昼公演終わりにみんな同じ髪型しようやって言ってくださってその一言でそうそうそうねその一言でお揃いになろうってしようってなって、うん、ゆうみさんがじゃあツインテールかポニーテールどっちかでって言ってこの方がツインテールってそうなんかツインテール公演やりたかったから言ったら採用されました、ね、ちなみにうーかさんはポニーテールそう、うーかさんはポニーテールやったけどこの方が強くツインテールを押してまあ何人かツインテールいいねみたいなね言ってた3人くらいしかいなかったけどそうそうそうでもなんかもうそっちの流れにねなってましたねそう前々から決まってたんが今日決まった可愛いこの日はこの日はじゃあポニーテールツインテールみたいな確かに次はポニーテールかなじゃんそうねあればいいですね、うん、ほんまにハータンとかも喜んでたからめっちゃ喜んで一番喜んでました可愛かった卒業までにできて嬉しいって言ってた思い出ですよこれも、うん、だって全然ツインテール曲ないやんうん、なんかめっちゃじわってもうよかったうまそうな感じみんな可愛い髪型してなんかいかつい顔と踊りしてみたいなねそう険しい顔やけどいやおもろかったほんまにちょっとだってなんかゲス、うん、ユニットゲスの夢でちょっとカリンさんと目合った時にあのおでこ上げのハーフツインカリンさんがしてて、うん、ちょっとバブみがあってなんかちょっと可愛いでいつもと違 う, そ う, そういつもやっぱかっこいいみたいな感じやからなんかかっこいいって思いながら踊んねんけど今日ちょっとバブってカリンさんとそんなこと思ってしまいましたもう本当にすいませんすいませんすいませんそんなことを思ってしまいましてキャプテン様にいやでもねなんか楽しかったね、うん、それだけでなんかえそうのそれだけだって見るどこ見てもメンバー同じ髪の毛してるから見失った人いそうじゃない、うん、あれお尻どこやろみたいなファンの皆さんにねへんてそれそんなことみんな一緒に見えるって特にでもあれやな臭いものだらけの人はもう3人は高さまで同じやったからえそうめっちゃ可愛いやん、ね、高さたまたまやったと思うそうやな、うん、高さ合わせてなかった、うん、たまたま一緒やったみたいな新鮮やったよって、うん、そうよななんか固くなにさ、うんうん、みんなしないってめっちゃ可愛いから毎回した方がいい毎回した方がいい毎回した方がいいあ心身からの提案、うん、毎回した方がいい毎回した方がいいほんまにいやでもレアがいいんやねレアあなるほど ねやりすぎたらいいなそうレアかね痛いって書かれてるけどいやでも楽しかった、うん、なかなかいいなって思いました、うん、改めていろんなレパートリーでやろうじゃんじゃあ次ポニーテールデコ出しとか、うん、あデコ出しいいやん
あんまさどうしよう、めっちゃデコ出し嫌な人おった絶対もう嫌なんですみたいな、デコは出したくないんですみたいな。デコ出しのイメージのいい人って誰やろ。誰やろ。ミカニャン。あー、え、でもおデコめっちゃ綺麗じゃない。え、綺麗。ミカニャンはもう丸い綺麗、全部綺麗よ、うん、絶対似合うかな。なあ、あと誰や。アーノンとか。アーノちゃんもや。アーノちゃんバブやん絶対可愛いやん。絶対バブやん。可愛いやん。ミカナが嫌がりそう。あ、やっぱ嫌なんかな。だって見たことないもん。なあ、メイクするときしかないわ。むきたまの公園さあ始まりました、むきたまの公園なんか力抜けるやってみたい、むきたまの公園しんちゃんセンターで、その時はもう、あ、じゃあしんしんの生誕祭の時にむきたまの公園、むきたまの公園する意外と近いな、うん、8月やもんな。え、そう、あと1ヶ月くらい。意外と早いやん。ええやん、ええやん。むきたまの公園っておもろいな髪型をもう公園名にしてもらう。みんなあのなんていうの、動乱みたいな真っ白にしてちょっとでもむき卵に近づける。いやいやじゃあその場合はしんちゃんはすっぴんで出なかった確かにめっちゃ薄く限りなくすっぴんに近いメイクで出るな。しんちゃんはすっぴんやで。肌はもう絶対すっぴんよ肌、うん、だってやっぱしんちゃんの、肌が一番やりたいのに。ほんまにすっぴんの時のおでこツヤンツヤンなほんまにツヤツヤじゃない、ツヤンツヤンもう伝えたい、みんなに伝えたい。これはいや違うよ、なんかパックしたりの、うん、え、違うよ、その光やね。違う違う、今日だって寝てる時もツヤンツヤンやの。え、寝てる時なんでおでこ見んのツヤンツヤンでした、ほんまに。ほんまに可愛いおでこしてましたおでこ可愛いとかあんねん初めて言ったもうほんまにしんちゃんのもうすっぴんはむきたまごちゃんなんで、いつかみんなに見てほしい公園でえ、でもあんまりさ、うん、あれじゃない、ファンデーションとかしてなくない。あ、でもメイクさんにやってもらってる、うん、から人によるけど、うん、娘がいいな。そうやんな。だたまにさ、なんかシンシンとユイナはファンデしてない時があるみたいな聞いた。あ、確かメイクさんによっては、うん、肌の調子がいい時は、うん、ファンデなくていいみたいな。すごいな下地だけってことやろ。そうやな、コンシーラー。え、でもなんかさ、うん、ファンデーションみたいなコンシーラーない確かあるな、あるやん、うんうんうん、そうそう、それそれ、部分使いみたいな。そう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 、すごいよそれは。みんないけるよ。いけへんよさすがむきたまごちゃん。ええ出口さん汗で流れてるそれもあるかもしれへん、うん、ゆいなはなんか、うん、ツヤツヤツヤとかじゃないわ、もはや。なんやろ、ピッチピチテッカテカみたいなやめたかった。もうそれ発光してる、ね、なんかテッカテカは汗やそれ汗かそれは汗よ。なんやろ、ね、いい言葉が見つからへん。ピッチピチやね、うん、確かに、うん、なんかピッチピチ言葉見つからんかった。テカ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 は汗や、汗、間違ってはないけど褒めてる、褒めてる、褒めてます。めっちゃ褒めてる、褒めてる。ゆいのはほんまありがとうって言うと思う、褒めてるって言ったらあの適当な時の挨拶。そうそうそう、ゆいの、そうそう、ゆいの適当な時は、うん、ほんまにありがとうって適当に流されるって、うん、分かり尽くしてるやつですね、同期だからこそね。そうよ、分かる分かる、同期やからさ、うん、みんなの適当な時の返事めっちゃ分かるよね分かるあ、いや他のな、他の規制のメンバーは分かってなくても6期には分かるから、ね、そうそう、今ちょっと面倒くさかったよなんか違うことに集中してる。そうそうそう、ゆいなは大体あのラビグルメまとめてるときはめっちゃ適当分かる、めっちゃ分かる、うんうん、めっちゃなんか相槌がね、意外なんかあの
いらんところで入るんですよ。多い多くない いつもマシンガントークやん。え、そう、喋らんくなるような、動機あるある。そう、動機あるある。ピロピロ、あ、でもあんまないかな。確かに。でもあれや、喋って、うん、カレンが、うん、なんか他のことめっちゃ考えてるときは、うん、聞こえてない、うん、なんでって言われる。カレンなんとかやんな、うん、なんでって言われる。よくない？確かに言うよな、言うみたいな。あ、ごめん聞いてなかった。似てる似てるやろ。これ似てる、このまんま似てる。なんでごめん聞こえてなかったって言ってる。確かに。カレン、カレンあるある。そうそう、ユイナはロッキーの中では滑りじゃないとも聞いた。なんか滑るってなんかロッキー生ってめっちゃ平和じゃない？なんか、うん、滑るとかないやん。なんか、ね、なんか言ったらあんま面白くないかも。あ、そう、そんななんか、ね、バラエティーな会話してないわ。してない。ロッキーはもうほんまになんか平和ななんてほっこり系ですね、うん、ほっこりした会話でめっちゃ盛り上がってる、うん、そうそうそう。なんか全然バラエティーには向いてない日々の日常を会話してるかもしれない。この店めっちゃ美味しそうじゃない？うん、そうそうそう、そうそうみたいな。これ化粧めっちゃいいでとか。あ、そうそうそう、そっち系ですね。そうそうそう、ロッキーのリーダー的存在はユイナちゃん。そう、うん、ユイナです。もうめっちゃお任せしてます。なんか無言でもユイナに任せて。え、そう、なんかロッキーでなんかしなあかんなった時ももうユイナが率先してみんなどうするみたいな感じやから、もうそれについてきますって感じ。そうそうそう、みんなついてきます。ユイナのペースでお願いしますみたいな感じですよ。ロッキーでボケとポン。大丈夫ですか？ボケとツッコミ。今ポンコツってやばい。棒の棒だけ見てポンコツって言ったやろ。ボケとツッコミ、みんなさ、うん、時と場合によって変わるくない？シンシンもあんまいないくない？え、しんちゃんもでも意外と突っ込むやん。なんかボソッと。確かに。やろ？シンシンボケじゃないもん。そう、しんちゃんは合わせてくれるときはボケてくれる。なんかはるかがボケるときある？ボケるってか何やろ？はるかがなんか意味わからんことをしんちゃんに、しんちゃんこんなこうでこうやんなみたいな意味わからん、なんかもう絶対ないやろみたいな話したときは絶対にうーんって乗ってくれます。乗っかるのはよくやるかも。そうそうそう、でそれをユイナが突っ込む。あ、確かに、ね、ユイナ意外と突っ込みやんな、うん、ボケじゃないかも。そう、ユイナボケじゃないんですよ、うん、ロッキーの中で実は。でしんちゃんはそう、誰かがボケたら突っ込んでくれる時もある、うん、ボソッとね、うん、あ、そうそう、なんかユイナみたいに、うん、え、何言ってんねみたいな、うん、なんか大声じゃなくて、うん、しんちゃんはえ、なんとかじゃないみたいな、冷静に言ってる、ね、そうそうそう、そう、そっち系です、うん。たまに N の MC でも出るもんなそれ。ね、そうそうそうです。ツッコミしかいない、逆に。あ、確かに。ボケおらんかも。カレン、カレンは確かにツッコミではないね。ボケかもな。あ、ボケてるわってよく言う。自分で。確かに。そうですよ、ツッコミ多めかも、だから面白くないんか。バランス悪いやん、うん、悪いやん、ごめんごめん、うん、回るわボケ。あ、はるちゃんがボケに次からボケてくれるってこと、うん、うわ絶対無理やわ、うん、ちょっとピロピロチャンネルに収めてもらおう、うん、6期生ちょっと呼んでもらおうか、うん、とりあえずピロピロにな、うん、で6期生の様子を多分めっちゃのほほんとした会話しかしやん。超平和な。え、でもなんかさ、うん、流行ってるくない最近 YouTube とかでさ、うん、のほほんとした会話しながらご飯食べる。あー、確かにな、雑談みたいな。あ、そう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 、確かにそういうの楽しそうやな、うん、やってる方も楽しいし、うん、仲良し見るのも楽しそう。カレンタンはボケじゃなくて天然や、確かに。あ、天然、それはある。なんかこえって
ていう、うん、あの勘違いしてる時あるよ、たまに嘘やんみたいな、ね、確かにドラさんから誰かから、ドラさんバラエティ豊富やからな、そうやね、みんなボケもツッコミもできるからマジで強い、うん、なんか裏の会話が面白い、うん、めっちゃ確かにか普通に漫才見てるんかなみたいな、ほんまにずっと笑ってる、ドラさんといる時まずミラコさんおるだけで最高、うん、もう今日もおった、な今日なぜかおったハータンがおるからいっちゃうずっとついてて今日もほんまおもろい。レナタンはどっち、レナタン、レナタンも天然っぽい感じかも、レナタンも天然、タンタンコンビ、ロッキーのタンタンコンビは天然です、ね、天然、うん、レナタン、レナタンは癒し担当です、ね、そうなんよ、レナタン最近会ってへんわ、赤組一人だけちゃうもんな、ね、めっちゃ心細そうにしてた、あマジ、うん、かわいい、そう、そう6期生あれなんで、レナタン以外全員赤組なんよね、そうまさかの、だからレナタン心配ね、しかもなんか別に交わらないからどういうなんかそうそうそう感じなんかなって見ることもなんかないから、ね、リハもね全く合わんから、そうそう顔合わせないから、それちょっとねめっちゃ心配、大丈夫なのか急になんかお母さん目線になってる、みんな母になるから、ね、うん、そうレナタンにはみんな母なんよな、うん、そうそう、でもレナタンしっかりしてるよ、ね、うん、めっちゃそうなんよ、ほんまにちゃんとあの誕生日のねあのお祝いラインくれた、うん、えほんまめっちゃ豆なあ、ちゃんと長文やったかわいい、あのブログの文章ができすぎてて、うん、わかる、親が書いてるんかと思ってすごいよな、あれ自分で書いてるって聞いちゃったの、何歳なんて思うな、シンシンより全然大人なんか嘘やろ、うん、しんちゃん超大人なそれは危ないでしんちゃん、え誰が言ってんの、はるちゃんが一番子供な文章を書いてますよ、もうあのゲラなんですよね実はしんしんもね、えゲラじゃない、ゲラやでちょっと待ってえゲラやで、あでもニコニコしてるわ、うん違うよ笑ってる笑ってないっては笑ってるよ、しんちゃんゲラやなと思ってた、うん、あなんか静かに笑ってるかも、はるちゃんは、うん、うわって感じでだから、うん、めっちゃゲラやなっていう、しんしんはよく見たら笑ってるなみたいなおもろ、ひっそり、あそうそうそう、ひっそりゲラしてた、確かにはるかは手叩くなって思った、うん、癖、笑うときに手叩いちゃう、だからなんかもうほんまに全身で笑ってるいやほんまになんか響くもん、うん、声が、声やろ、めっちゃ恥ずかしいねんけど、ほんまに笑い声もね倍でかくなるめっちゃ恥ずかしいんやけど、ゲラの度合いが違うって感じ、あそうそうそう、種類が違うな、なんかまあ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 、えまあ、ゲラーでMC でも叩いてんの、えそう、え叩いちゃう、そうなんやファンの皆さんと一緒になってくるやっちゃうやっちゃう、そう手叩いちゃうのよね、楽しそうで何より楽しいんですよ、楽しそうな感じ伝わる、本当ですか、これからも楽しみたいと思う、誘い笑いみたいな、うん、確かに言われるよく、はるちゃん笑ったらなんか笑っちゃうみたいな、うん、なんか誰かが笑ってたら面白くなって、うん、なんかもっと笑い、わかる、え、うん、でもかりんさんの笑い声もめっちゃつられへん、確かにね、しかもめちゃめちゃ全身で笑ってる、うん、そうこっちにいたの、どうやろ、もう口もガーってね、かわいい無邪気な、うん、笑顔、そうそんな感じです、ゲラ王と思われる選手権しましょう、どうやって、なんか、あ、わかった、ミラコさんが何かして笑うかどうかとかどうバイバイ、どうミラコさん悩んでたもん、なんか未来がおもろいことやってもハルちゃんしか笑ってくれない、うん、待って、なんかそれ聞こえてきてんけど今日のメイクしてるって言ってた、今
かりさんとハーサちゃんが、はるちゃんほんと優しいねとか未来よかったねとか言って、もうあの二人はもう扱いに慣れてるから、ほんまおもろい、はいはいはい、マルクがね笑っちゃうんですよ、うん、笑っちゃうんですよとか言っておもろいねんけど、ほんまにゲラの人集めた、はるちゃんシードイエーイ優勝や、優勝できるかな、うん、でんくても優勝やめてあと誰がおるんやろ、あんまイメージないな、ゲラって誰なんやの、ゲラあんまおらんのか、うん、なんだかやばいっていう、そら響くわ笑い声、みんな笑ってよもっとはるちゃんが言えてます、あ、ゆずはさんゲラやめっちゃ、確かにほんまにずっと笑ってる確かに、うん、あ、これはちょっといいぞ勝手にもう開こうとしてる2人目のね、じゃあそろそろ終わりたいと思います、はい、ランキングを読みたいと思いますはい、いきます、13位シム、ありがとうございます、いやもうこれ取っときますなんで12位カラスさん、ありがとうございます11位ジーニーさん、ありがとうございます、10位カナタ、ありがとうございます、9位ユリリン、ありがとうございます、8位アリマツさん、ありがとうございます、7位アカリさん、ありがとうございます、6位佐藤さん、ありがとうございます、5位味方ちゃん、ありがとうございます、4位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます、3位ひでさん、ありがとうございます、2位ムラッチ、あ、お誕生日おめでとうおめでとう、そして1位がひろぞうさん、ありがとうございます1位の方とお誕生日の方の時だけちょっと振り方が違いましたね特別ってことで、特別しんちゃんの特別、特別ありがとうございます、でも皆さん今日はちょっとなおはるで途中からなんか入ってこられて何も言わず勝手に入ってめっちゃずっとおるやん、いや楽しかったよ、うん、まあ、あのそうなおはるの平和感がファンの皆さんにも伝わったんじゃないかなと思います、これ以上にあののほほんとしてますね、いつも目指せ世界平和、うん、あーじゃあ綺麗に締まったということで綺麗にシンシンが締めてくれたということで、ではでは終わりたいと思います、本当にありがとうございました、しんちゃんもありがとうバイバーイ。